今回紹介するのはこちら、トミカタウンビルドシティスシローです。ついにトミカタウンにスシローが登場しました。いやー、これおなじみの看板ですね。2階建てで下に駐車場があります。トミカタウンビルドシティ、自由に組み替えて街を作ろう。トミカは入ってません。裏面はこんな感じです。セット内容とてもシンプルでいい感じですね。簡単に作れそうです。横はこんな感じです。トミカの遊びがいっぱい。ボックスを開いてトミカを発射。スロープ発射パーツ付き。これが発射パーツですね。これがスロープですね。ウィーン、ダイナミックな出方です。トミカシューターでトミカ発射。スシローの中にトミカシューターが付いてるんですね。なぜ店内にシューターが。組み立て方、ラベルの貼り方、こんな感じですね。お、こんなところに切り取るやつが。厚紙の有効活用ですね。おー、シールです。ないといいな。いつもの。お、シールこんだけかな。ではシール貼っちゃいます。トトントゥーン。というわけでシール貼り終えました。これは看板ですね。これもちっちゃい看板です。これは支柱になりますね。そしてこれがお店です。回転寿司一皿100円から。美味しそうですね。そして営業時間も書いてあります。表記がなかなかにリアルです。こういうところ細かいですよね。ここに待合所がありますね。こういうのあります。ここはレジでしょうかね。奥にテーブル席などが見えます。では店内を見てみます。ここには待ち時間が表示されてます。リアルですね。これは予約した紙が出てくるところですかね。スシローアプリまで書いてあります。うまい寿司を腹いっぱい。細かいな。テーブル席がリーヌ、奥にも席がリーノって感じですね。これはシューターですね。店内に直接入り込みます。でシューター発進します。なぜ店内に車を発進させるシューターがあるのかという謎ですけど、では実際に組み立ててみましょう。というわけでスシローオープンしました。こんな感じです。下が駐車場になってます。トミカが2台止められますね。スロープのついたレイアウトも作ってみたいと思います。スロープのついたレイアウト完成しました。ではぐるっと一周。ではトミカを駐車してみます。ピー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 カジョン。よし、寿司を食べよう。もぐもぐもぐ。ごちそうさまでした。よし、出るぞ。発進。うー、やはりお店の前に駐車場があるっていうのも変な話なので、こういうプレートでどんどん拡張したいとこですね。それならもう止めても全然違和感ないです。もちろん他のトミカタウンビルドシティの建物と組み合わせることができます。この支柱がなかなかに使い勝手が良さそうです。こういうのも個別販売とかあるんですかね。というわけでトミカタウンビルドシティスシローの紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。